はいどうも、翔平 TV です。本日はですね、皆様に、ご報告がありまして、この動画を回させてもらってます。翔平 TV の、翔平をですね、3月から活動休止をさせていただくことになりました。この5、6年やってきてですね、ほぼ休みなく、仕事とYouTube、やりながら、ちょっとね、体調をちょっと壊してまして、ちょっとまずいなってことで、いや、ここ最近ですね、本当に体調を崩していることが多くて、ちょっと撮影もギリギリ、編集もギリギリ、仕事の方にも支障がちょっと出るんじゃないかなってところで、休憩時間というか休む期間をいただきたくて、良平とヒロトにはお願いをしました。2月の真ん中ぐらいからね、ユーポンが大阪から埼玉、入間に来るんですけども、来るんだけど、ちょっと僕の方は活動を休止とさせてもらうので、3月から。なので、良平とヒロトに、メインでやってもらう形になると思います。体調壊したのも一つの理由ですけども、ちょっと他にね、ちょっといろいろやらなきゃいけないことがありまして、ちょっとまずいなっていうところが、問題が起きまして、ちょっと無期限でちょっとお休みさせてもらう感じで、撮影したり画面に映ることはちょっとしばらくないと思いますので、3月のうちにね、動画出てましたら、多分それは2月までの撮りだめの、動画であるので、3月からなので、多分4月ぐらいからの動画は多分僕がいない状態で撮ってるのかなと思います。そうですね、自分が復活をした時にまた改めてお話はしたいと思うんですけど、生活習慣もね、乱れてましたし、ちょっといろいろそういうところで、ここ最近ですね、動画も伸びてましたし、すごいいい流れでいってはいるんですけど、ちょっと僕の方の勝手で本当にすいません、申し訳ないです。しかしね、すごい前向きな気持ちで僕はいるんですけど、もう5、6年ぐらい経つんですかね、 YouTube 始めてから。向こうさんだったり、おいくんだったり、ボナーレだったり、ベイちゃんだったり、はい、で最近は絡んでくれるユーポン、P さん、プリラバー、リクト、マーゴオフィシャルさんとか、たくさん絡んでくださる方いるんですけども、一旦ちょっと皆さんを心配させてしまうと思うんですけど、一回ちょっと休止させてもらいますんで、それで僕がいなくてもですね、良平とヒロトにはたくさん YouTube のこととか編集のこととかたくさんこう伝えてはいるので、彼らならやってくれるとは思います。ネタとかね、うまさとかそういうのは多分全然ないんですけど、動画を作る、プロとしてね、彼らは頑張ってますんで、応援の方よろしくお願いします。で、多分 Twitter とかインスタとかももしかしたらね、更新とかはできないかと思うんですけども、3月からとなりますので、2月撮影だったりイベントだったり、結構あるので、そこを最後としてしばらくちょっとお休みって形なんで、もし2月のイベントとか参加できそうな方はぜひとも参加してもらって、ぜひとも一緒にこの2月末までは活動してますので、一緒に野球やりましょうということで、これで終わります。皆さん、本日は大変申し訳ありません。今後とも翔平 TV よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。